文化系トーク YouTube グランパンパパスです、はい、仕事から帰ってきましてスッキリでね裏話というか歌詞の意味みたいな感じのが特集されるっていう話でね、まあ、BE:FIRST のキックスタートですねいや本当にこの曲はねあの私も朝に動画を撮りましたけれども何でしょうねザ・ストミンはもうこれはもうみんなね感動するし泣くしかないなっていうところで仕事中っていうかまあ休憩中にですね聞いてたんですが まあ本当また何回でも泣きそうになったなっていうところですけれど、歌詞全部いいんだけど、あのたった一行だけで、あのザファーストをすぐに思い出させて、ルイセンがぶわってね決壊するようなそういう感じになるっていう歌詞がやっぱりありますよね。それがサビのところの駆け抜けてきた今忘れられない時間ですよね。この二行だけであの本当にザファースト最初から最後まで全部が わかるっていうか、表現できているなっていうところがあって、あの、ここが、やはりメインのところだなっていうふうに、あの、素直に。 思いますね。すっきりね、結構短めではありましたけれども、でもその十分でしたね。なんていうか、れいちゃんとかね、大樹くんとかもそうで、俊介くんとかもそうだけど、あの、BE:FIRST になれなかった子たちね。まあ、BMSG に所属をしている人もいれば、所属してない人っていうのもいるけれども、やはり、あの、15人のストーリーだなっていうところはあるじゃないですか。 そうですねあのまあ合宿後のやはり情景というのが全部浮かぶっていうところで「キックスタート」は「ザストミン」のための曲っていうかあの「ザスト村」にいつでも帰れるっていうかねなんだろうな懐かしいあの風景が今でも思い浮かぶみたいなまあフル l をね見ればまたいつでもねそこには行けるんだけどただあの「ザスト村」というかね「あのザスト村」での「ザファーストの あのプログラムでのストーリーっていうのはもう更新されることは残念ながらないわけじゃないですかオーディションは終わってしまったのでもちろん b ーファストもそうだし翔太君もそうだしるいくれいンく君もそうだしあと俊介君大輝く君天君直樹君もそうだけれどもそれぞれみんなそれぞれのストーリーを今紡いでいて私たちはそれを追いかけることもできるし、えっと、私は本当にあの全員分追いかけたいなっていう風に思ってはいるし「ザスト s 以降のストーリーみたいなところ があるけどでもそのザストム村への切符っていうかねその切符をいつでもあのキックスタートを聞くことでそれでいつでも切符が手に入るっていうところでじゃないですか大輝くんの約束っていう曲もねそうなんだけどねはいその上でねあの B first のメンバーがこの曲をどんな感じで作ってみたいなそういう話もしているので、それを一個一個考察していきたいなっていうふうに思っています。レオ君が言ってましたがね、チーム A、チーム B、チーム C のその曲ね、まあ、同じトラックを使ってますから、マッドキャブマッツさんの曲を使ってますから、あのね、ABC チームの曲を離陸を見ながら聴いてもらって、 その上でキックスタートを聞くとうおーってなるっていうふうにね、レオ君も言っておりましたですけれども、あの、そうですね、だから、この言葉通り、ABC チームが何なのかっていうのは、やはり見ていないとね、ザ・ファーストを見ていないとわからないというところもあるので、だから、Hulu でね、今でも見れるので、見てもらいたいなっていうところも私は思っているけれども、そうですね、まあ、ご時間がありましたらと。ねあのやっぱりザ・ファースト B ファーストがあのデビュー決まってから興味持った人っていうのもいますからね。 でもやっぱり b ーファーストのことを理解するには何だろうな結局のところやはり見ておかないと全部は理解できないんじゃないかなっていうふうに私としては思うんだけどまあでもそれが全てじゃないですからねそのいろんなあり方というかいろんな価値観というのをそれをあの全部認めるっていうところでもあるからねだからオーディションを絶対見なきゃいけないっていうわけじゃないけどやはりずっと追ってきた身としてはザ・ファーストを見てからっていう方が絶対に彼らの魅力がさらにわかるよっていうところは思いますけれどもね で、まあ最初に曲の最初にラップパートで蒼太くんとょうき君のラップがあるっていうところででなんかねあの2人のラップのスタイルの違いっていうところも含めてねここのコントラストも楽しいなっていうふうにラップ好きおじさんとしては思ったりするんですけれども蒼太くん同い年のね唯一同い年のって言ってましたがあ俊しくんね俊ゅくんの「THEFIRST、ね」ト The 踏み出す勇気」を「t h e f i r s t t い o b e にしたっていうところの。 話ですよね踏み出していったっていうところからそれを受け継いだっていうところだっていうふうに話もしているけれども、まあ、俊介くんだけじゃないけどみんなが踏み出していった勇気を僕たちが受け継いでいくっていう話だったりはするとちなみに前の動画でも言いましたが「THEFIRST2B」ファーストトーと受け継いでいく勇で「勇気」で「TOB」「勇気」で因が踏めてますというかそういうところもありますねで「TOB」の「B」は絶対に「BFIRST」の「B」だったりもするから ザファーストから Be になったったてていうところも含めてダブルミーニングっていうかあのラップの歌詞っていうのはダブルトリプルあるいは4つぐらい意味がある場合っていうのもあってねそういう感じなんですけどそこをソーダ君は本当にもう今の段階で。 表現できているっていうのがすごいなって思いますけど、相当ラップのねトレーニングも積んだだろうし、あの歌う方だけじゃなくて書く方もね、ラップっていうのは書く方もちゃんとやらないとあのダメだっていうところも本当にあるので大変なんですけれども、いや本当にいいラッパーになってくれたなっていう風にね思いますよ。スカイハイさんが一番それを持ってるんじゃないかなとも思いますけどね。でなんだろうなあのマットキャブさんたちの作る楽楽曲のまあ、ある意味ちょっとやわらやアメリカのヒップホップ的な感じのあの楽曲なんだけど英語 と日本語をいい感じで混ぜられる涼輝くんのラップがすごくそれに合ってるなって気がするし、まあ、最近の子だからあの日本語と英語を本当にあにすごく同じような感じでそのフローとリズムで合わせられるっていうのはなかなかこれって昔の人たちにはできないことなんだけど涼きくんはできてるなっていうのがあってそれがまずすげえなっていうのもあるしそ太たくんとはやっぱり違うタイプのラッパーなんですよね。まあ、ラップに関ししてはねんもももやるしマナもやるるまななったりするわけだけだだれどもあのこのころうな そうたくんとりょうきくんのスタイルの違いっていうところは、二重のね、リマちゃんとまゆかの違いみたいなところだったりするかな。なんで今リマだけリマちゃん呼びしたんだろうね。<laughs> 2021 gotta be free, let's get it done. あんなたが失敗気にせずにまたあうのとこね。ちょっと今最後の方を噛んだけど、噛んだっていうかリズム狂ったけど、あのー、この英語と日本語が、あのー、 混ざってるんだけど同じ感じで投げ流せられるっていうフローがねすごく一定でいけるっていうところのラップのスキルねここのところとかもそうだしねうん B フリームーブオンが入ってて ToTheFirst も ShiningOne も入ってるっていうところでねまあこれは本当に嬉しいですよね「君と過去も先も背負って」っていう歌詞があったりするんだけれどやっぱりそのねうん過去も。 先も未来って書いて「先も」だけれどもこれってのは過去と未来がつながってるっていうところもあるしあの。 ザ・ファーストの一番最後であの必ずまたね音楽の道進んでれば絶対交わるっていうところの話をスカイハイさんも言っていたからだから過去と未来がつながってるっていうことはまた未来でねあの15人いや16人で会えるっていうところでもあるし失敗過去を成功につなげていけるようにっていうふうな形のことを涼樹くんは言っていたけれどもあのんだろうな結局みんないろいろな思いを抱えてそれであのスカイハイさんのオーディションに参加をしたっていうところがあるしやっぱりねあの輝かしいだけの道じゃなかった わけで試行錯誤も繰り返してきて悔しい思いもしただろうし失敗なんかもしてきたんだろうなっていうところがその言葉だけでもわかるけれども、まあ、自分なんかは彼らほどのドラマチックな人生っていうのを送ってはいないですけれどもやはり人生のねあの数だけは彼らよりもだいぶ多いのでだからいろんな失敗っていうのをしてきたしそれを悔しいって思ったこともあるけどその悔しさっていうのを使ってそれをバネにして頑張れたっていうところもあったりもしましたしそういうなんだろうなマイナスだと思える失敗みたいな感情とかそういった経験っていうものを マイナスな感情を力に変えていけるっていうそういうことができる人たちっていうのは本当に強いなっていうふうに思うしそれができる人たちがやはり b ーファーストの7人なんだろうなっていうところも思いますよね。 あと、レオくんがね、あの、チーム A、クリエイティブ審査の時のチーム A を思い浮かべてっていうところね、殴り書きの地図を眺めて自分自身見失うけどっていう歌詞、サビのところだけど、この歌詞もすごくいい歌詞だなって思ったんですけど、なんだろうな、その時は私はあのレオくんっていうよりも、あの、私の一番最初の15になってからの一番最初の教えて直木くんなんですよ。で、直木くんが、えっと、多分あの曲に関しては A メロっていうか、そのサビのところを1番をレオくんが歌って2番が直木くん歌ったような感じだったから、 かかな確か、うん、でも多分そうだとと思思うう直樹くんも歌ってたと思うだから直樹君が歌ってた歌詞っていうのがちょっと心の中に残っているんですけどでもレオくんも歌ってたと。うん、でレ緒くんもやっぱりそのな殴りがけの地図ね眺めて自分自身見失うけどっていうかいろいろやっぱり経験もしてきて。 で本ずいぶん子供の頃からトレーニングもしてきて全然なかなかうまくいかなかったっていう経験もあるわけで直樹くんにしてもこれはオーディションの中で彼が語っていたことだけども彼は「ニチップ1」にね出ていたんですよねで歌がうまいっていうことで当時もすごくあの有名な練習生でしたけれども私のその時の感覚としては気づいたらあれいなくなってたみたいな感じだったんだけど直樹くんが周りのことをそのなんかねやはり。 気遣いしすぎて自分をうまく出せていなかったみたいなところがあったっていう話をしていたけどそこってなんかレオ君も周りを気にしすぎちゃうタイプだったりもしたけどレオくんとナオキ君確か同じ部屋にいたこともあったけどなんか A チームって言ったけど私としてはナオキ君のことをすごい思っていた部分も結構なベクトリー占めていただろうなっていうふうに 彼の言の言言葉葉かかららレオ思ったたりしましまその殴り書きの地図が今自分の道マイウェイ間違っていなかったっていうこともレオ君語っていましたけれども間違っていなかったっていうことでもあるかもしれないしあるいは彼らがその地図をもとに自分たちで道を切り開いていたっていうことだと思うしでこれもレオ君の歌詞なのかなって思うけどあの日の言葉が背中を押すっていうねところがキックスタートにあるけど。 あの日の言葉っていうのは泰生くんの約束の中にもあるんですけれどもねラップ曲でしかもサビのところですよあの約束は守るあの日の言葉あの日の音が今の足元さのとこねあるんですけどねあの、はい、大生くんの曲も是非聴いてあげてもらいたいなって思うんですが約束とてもいい曲なので「あの日の言葉」っていうのはレオくんがねスカイハイさんからもらった言葉っていうのだったかもしれないけど実は大生くんのことも含めていたんじゃないかなっていうところもあるなっていうのを思うじゃないですか。 で、そうであってほしいなとも思うし、僕たちのそのこと言葉っていうか、言葉っていうか、まなと君の話だけど、あの、自分たちが BE:FIRST が見てもらう存在にはなれたけれどもっていうところで、いろんな曲が聞こえてくるっていう意味合いで、それで Our Song on the Radio っていう歌詞を書いたって話をしてましたね。まあなんかラジオをすごく大事にしているっていうところが、ミュージシャンらしいっていうか、アメリカのヒップホップがおそらく大好きなまなと君っぽいなっていうのも思ったんですよね。あの、アメリカでの音楽シーンでのラジオの役割って、

オンダレディオーから、そうあのヒビウォーで、レディオーヒビウォーのところで、インを踏むためのものでね、まあ、サビのところ、フックのところね、あの歌メロですけど、まあ、マナトくんが書いたのであれば、すごい納得だなって思ったのが、歌メロなんですけど、インをちゃんとすごい踏んでるっていうところですよね。あの、本当にそれを思います。ね、ソー太くん中心にして、ダンスも今、振り付けているっていう形のこともあるから、本当にすごいいい曲になるんだろうなっていうか、もうすでにいい曲だけどね、早くライブい。 でで見見たいなっていいいなとうに思いますよねねやっるこ随分、ね、深まった世界観があるなっていうところもありますしねさらにはあれだななんかやっぱり「うん、ザスト s t o m e r の切符を常に手に入れられるような状況にしてくれたっていうところも嬉しかったりするしねだからあのこれで私がやりたいって思ったことは「ザファーストもう一回最初から見たいなって思ったりもしたかなまあ合宿からでもいいかもしれないけどね でも、一番最初の頃って、実は名前と顔が一致してなかったりとか、誰が残るかなんでも分かってなかったから、今見たら新しい派遣があったりするかもしれないなっていうふうにも思ってはいます。はい。はい、そんな感じですっきりね、見させてもらいまして、感想を述べさせていただきました。はい。 まあ言ってみればね、あのギフテッドの中のカップリング曲の一つではあるんだけど、それでこれだけのストーリーというのをね、私たちに見せてくれるっていうことですから、10月はね、水曜日に毎回これをやってくれるっていうところだろうし、さらには金曜日ですよね、あの日のザファーストが続きがあるから、10月はね、あのハロウィンもあるけれども、水曜と金曜がね、楽しみですね。うん。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンバスでした。